私の名前は奏、この家の次女として生まれ育った。特別お金持ちでも貧乏でもない普通の家。つみき。そこで育つ私はごく普通の子供ではなかった。お姉ちゃん、どうして蹴飛ばすの？ひどいよ。邪魔だからに決まってるでしょ。あんたはお部屋の真ん中で遊ばないで。そんな。この人は私よりも2歳年上のエリカお姉ちゃん。お姉ちゃんがいるから私は普通の子供にはなれなかった。とにかくお姉ちゃんは私のことを嫌いだから。お姉ちゃん、ごめんなさい。私はお部屋に帰るね。何よ、もうお部屋に帰るの？からかいがいがなくて面白くないわね。あ、いいこと思いついた。まあいいからそこで待ってなさいよ。お姉ちゃん、どうしたんだエリカ、大丈夫？パパ、ママ。そんなに泣いてかわいそうに、一体どうしたんだ？あのね、カナダが遊んでる積み木に足をぶつけちゃったの。すっごく痛かったんだよ。なんですって？ちょっとカナダ、違う、私の積み木をお姉ちゃんが。奏、言い訳はやめなさい。そうよ、お姉ちゃんが怪我したらどうするの。こんなところで積み木で遊ぶあなたが悪いんだから。え、でもいつもお姉ちゃんだってここで。お姉ちゃんはとても要領がよく、いつだって両親を味方につけた。両親も幼少の頃からお姉ちゃんばかりを可愛がり、私は二の次という感じだった。どうして私ばっかり悪者になっちゃうの？この関係性は成長してからも変わることはなく、それどころかお姉ちゃんはより一層確実に私を追い詰めるようになる。それは私が高校3年生になったばかりの頃。私は勉強したい分野があり、大学進学を希望していた。パパ、ママ、私この大学に行きたいの。ここで勉強したい分野があって、私は大学に行かせてもらえるように一生懸命両親を説得した。そうか、お前がそんなに行きたいのなら。そうね、あんたの今までのお年玉も貯金してあるから、それでお金ならなんとかなるし。え、いいの？っていうか、お年玉はママが預かっておくって言われて本当に返ってくるパターンあるんだ。絶対ママが使ってるんだと思ってた。そんなわけないでしょ、あんた人聞き悪いわね。パパ、ママ、ありがとう。お姉ちゃんのことばかりを可愛がっていた両親だったが、私を愛していないわけではないということが分かって嬉しかった。二人に許してもらえたし、これから本格的に受験勉強頑張るぞと決意を固めたその時だった。ただいま。このタイミングでお姉ちゃんが帰ってきたのだ。お姉ちゃんは高校を卒業後、地元の大学に進学していた。エリカ、おかえりなさい。あれ？てか、みんな揃ってどうしたの？奏の大学進学のことで話をしていたんだよ。へえ、そうなんだ。うわ、なんかすごく嫌な予感。まあ、うちは裕福ではないが、二人の学費くらいはなんとかなるから、二人とも大学で思う存分勉強しなさい。そっか、奏も大学で勉強したいんだもんね。私も実は話があって。え、なに？何か相談事？うん、私来年から留学したいと思ってるんだ。それでまとまったお金が必要なの。え？留学費を出してやりたいところだが、奏の進学費がな。いいの、私は自分でどうにかする。短期で大金稼げるバイトをしようと思ってるから。短期バイト？それってどんな？それはまあ、男の人を相手にあんなことやこんなことをするの。は？そんな。私のことは心配しないで。ダメよ、そんな危ないバイト。でもそうしないと留学できないから。奏、あなたは私のこと気にしないで大学でサークルや飲み会、合コン楽しんでね。友達とクラブに行ったりとかしたいってずっと言ってたもんね。私そんなこと言ってない。奏、そうなのか、それで大学に行きたいのか。違うって。エリカ、あんたは本当に優しい子ね。
自分のことを犠牲にして妹の進学を応援するなんて。そんなことないよ。そんな危ないバイトをさせるわけにはいかない。パパが金を出してやるから。え、いいの？でもお金は。それは大丈夫だ。奏に進学を諦めてもらうから。そうね、私も賛成よ。嘘でしょ奏。悪いがパパたちはお前のチャラチャラキャンパスライフのために金はやれん。違う、私は本当に勉強したくて。嘘つくんじゃありません。そんな。これできっとお姉ちゃんの作戦成功だ。両親が私にお金を使うことが気に入らなかったのだろう。うまいことを言って私の進学を阻んできた。これだけじゃないわよ。何するつもりっぽいに。あのね、留学のために勉強したいからお部屋は広く使いたいの。だから今は奏と一緒にお部屋を使ってるけど。なるほどね。ということだ奏、お前はこの家を出て行きなさい。エリカのためよ。お部屋をエリカに譲ってもらうわ。そんな、めちゃくちゃだよ。わがまま言うんじゃない。エリカは危ないバイトをしてまであんたの大学進学を応援しようとしていたのよ。エリカはこんなに優しいのに。奏って言ったらなんかすごい曲解してるよ。とにかくエリカの留学を応援する。奏は進学を諦めて高校を出たらこの家から出て行きなさい。話は以上だ。そしてお姉ちゃんの策略にはまり、私は進学ができず住む家さえ失うことになった。数ヶ月後、季節は進み、私がこの家を出る日が来た。もうこの頃になると家族と私の溝はかなり深くなっていたし、一刻でも早く家を出たいという気持ちになっていた。お姉ちゃんのことばかりを優先するこの家とはもう縁を切るつもりだ。よし、準備完了。早く行こう。引っ越し代は今までのお小遣い貯金でなんとかなったけど、すぐにアルバイト始めないとな。あれ、奏で出て行くの今日だったの？辛気臭い顔。実家追い出される気分はどう？どうして、どうしてお姉ちゃんは私のことをここまで嫌うの？は？自覚ないわけ。あんたは邪魔なのよ。パパとママのことは味方につけることができたけど、一歩外に出ればあんたばっかり可愛い可愛いって言われて、私だって十分可愛いのに、あんたが近くにいることによってかすむの。私が好きになった人はいつもあんたのことを気に入るし。そんなの私は知らなかった。そういうとこも気に入らないの。あんたは無意識に私のことをバカにしているのよ。そんなわけないでしょ、めちゃくちゃだよ。とにかく私はあんたが嫌い。あんたのものは全部私が奪ってやるから、これまでもこれからもね。もうやめて。私はここから消えるから、もういいでしょ。お姉ちゃんがずっとあんな風に思っていたなんて知らなかった。それだけの理由でこの仕打ちは明らかにやりすぎだ。もうこれからの人生、あの家とは一切関わらないことにしよう。そう決意して私はたった一人での新生活をスタートさせた。8年後。私ってなんてイケてるのかしら。なんてったってロサンゼルスに留学してたんだもん。みんなの視線全部私のものよ。引いてるだけぽんに。あれって奏？嘘でしょ、イケメンと歩いてる。高卒のくせにあんなイケメンの彼氏作ってるなんて許せない。くそー。あ、そうだ、こういう時は昔と同じ、奪っちゃえばいいのよ。覚悟しておきなさい。数週間後、家から追い出されて8年経った。あれからすぐにアルバイトの掛け持ちを始めてなんとか生活をしてきた。その中の一つの会社に正社員として雇ってもらい、安定した収入とアルト君という最高の恋人をゲットできた。そして今日はアルト君と交際を始めて1年記念日。正直プロポーズ的なものを期待している。とっても美味しいね。うん、美味しい。期待しているが、アルト君は緊張している様子でなかなかプロポーズを切り出してくれない。あ、そうだ、そういえば山本先輩結婚するらしいよ。ん？
なんか世間話始めちゃった。そうなんだ、あの山本先輩が。山本先輩とは私とアルト君が働く会社の先輩で、仕事ができていい人なのだが、かなり大きな欠点がある人だ。それはおめでたいね。ほんとだよな、なんか最近出会った人がすぐに結婚をせがんできたんだって。だから仕方なく結婚するけど、まあ性格を改める気はさらさらないみたい。へえ、大胆な人もいるもんだね。ま、時には大胆さも必要だと思うけどね、アルト君。え？かなでには俺が何を言おうとしてたのかも、緊張して他の話題でごまかしてたことも全部お見通しだったんだな。かなで、結婚しよう。やっと言ってくれたね。はい、喜んで。こうして私たちはゴールイン。人生で一番幸せな瞬間だった。よかった。これからもよろしくな。うん、よろしく。結婚式、盛大にやろうな。笑いが止まらないわ。私ったら何でもできる、何でも奪えちゃうんだから。そうだ、知らないままじゃあまりにもかわいそうだから、あの子に教えてあげようと。なんて私って優しいの。テレビ電話、テレビ電話。あ、もしもし、かなで、久しぶり。番号変わってなかったのね。お姉ちゃん、何急に連絡なんかしてきて、どうしたの。私ね、結婚するの。見て、ウェディングドレス素敵でしょ。うん、そうなの、おめでとう。久しぶりにお姉ちゃんから電話がかかってきたかと思ったが、ただの結婚自慢だった。私は支度で忙しいので早々に切ろうとすると、聞き捨てならない言葉がお姉ちゃんの口から出てきた。私忙しいからもう切るね。ちょっと待ちなさいよ。ねえ、私が誰と結婚するかわかる？8年も会ってないんだから知るわけないでしょ。知ったらあんたどんな顔するんだろう。どういうこと。おい、エリカ、そろそろ会場に移動するぞ。あ、いいところに来た、こっち来て。あなたは。私が結婚するのはあんたの婚約者よ。驚いて言葉も出ないって感じ。奏じゃないか。驚いて声が出ないというのは間違いではない。だってそこにいたのは山本先輩。山本先輩だったからだ。お姉ちゃんの結婚相手が山本先輩というのは分かったが、お姉ちゃんはさっき私の婚約者と結婚すると言っていた。もちろん山本先輩は私の婚約者ではない。お姉ちゃん、その人は私の婚約者じゃないよ。はあ、そんな嘘よ。あんたがこの人と街を歩いてるところ見たんだから。それだけ、それだけで私の婚約者だと思ったの。その人は会社の先輩だよ。はあ、それに私の本当の婚約者はここにいる、グアムに。え、今から私婚約者と海外で挙式なの。まあ何が何だか分からんが、お互いにおめでたいってことだな。ま、俺は先にスタンバイしておくからな。ちょっと受付覗いてみたらエリカの友達美女揃いだし、式が楽しみだぜ。あの人、ちょっと誘ってみたらすぐにイチコロだったから楽勝だ、あんたの彼氏奪えちゃったって思ってたのに。それはそのはずだよ。山本先輩は根っからの女好きで浮気に症だもん。え、最近出会った人が結婚をせがんできたから仕方なく結婚するけど、これまでの生活は変える気ないって言ってたよ。そんな、私そんな人と結婚するなんて嫌よ。奏、お願い助けて。そんな、私から居場所を奪って、学ぶチャンスを奪って、それに婚約者まで奪おうとしていたのに、都合が悪くなったら助けてですって。ふざけないで。じゃあね、もう切るから。ちょっと待って、待ってよ。奏、そろそろ始まるぞ。はーい、すぐ行く。あの後
私とアルト君、お姉ちゃんと山本先輩の挙式は予定通り行われた。私はとっても幸せだったけど。みんな可愛いね。お姉ちゃんの式は山本先輩がお姉ちゃんの友達をナンパしまくったらしく、かなり大変だったらしい。まあこれでお姉ちゃんはきっと私のものをこれ以上奪うのをやめてくれるかな。かなでです。エリカよ、動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。今日の動画は楽しんでもらえたかな。今回は私の役も最初から最後までしっかり役でなかなかやりがいがあったわ。よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会えるの楽しみにしてるわ。